ナコンラーチャシーマー県、ナコンラーチャシーマー県は、タイ、東北部の県の一つ、コーラートとも呼ばれる。チャイヤブーム県、コーン県県、ブリーラム県、サケオ県、プラーチンブリー県、ナコンラーヨック県、サラブリー県、ロップリー県と接する。カオヤイ国立公園ナコンラーチャシーマー県は、コーラート大地の生誕にあり、チャオプラヤー川流域とは、 ペッチャブーン山脈とドンパヤーイエン山脈によって隔てられている。県には二つの国立公園があり、西にカオヤイ国立公園、南にタップラーン国立公園がある。両国立公園ともにドンパヤーイエン山脈の南の延長部である、サンカムペーン山脈の森林山岳地帯に位置している。ナコンラーチャシーマー県は、バンコクからは 256km の距離にあり、 タイ東北部の入り口としての役割を担っている。タイで最も面積が広い県であり、その総面積は2493.964平方キロメートルである。また豊かなクメール文化と長い歴史を色濃く残している地域でもある。ピマーイ歴史公園チュムポンモン県内は11世紀頃は、クメール王朝の重要な、このことはアンコールワットと 同規模で知られるピマーイ歴史公園のクメール遺跡からも推測することができる。今なお相当な割合のクメール系大人口を抱えている。現在のナコオンラーチャシーマーシとされる城壁に囲まれた新しい都市は17世紀頃にアユタヤー王朝のナーラーイ王が長江関係にあるラーオやカンボジア諸公の監視と国境地域の警備のため、 王国東端にあたる同士を軍事拠点として建設したのがはじめとされる。1826年、ラオスのビエンチャン王国最後の国王アヌボン王が、ラーマ3世に反旗を翻し、イーサーンを侵攻した際にナコンラーチャシーマーは一時、陥落するが、東方を守護する軍事拠点都市としての位置づけは、ラタナ公使に朝においても引き継がれた。さらに、 政治経済においても東北地域の重要な中心地に成長していった。19世紀後半、同県に鉄道が付設され、ノーンカーイ方面に向かう東北本線、北線とウボンラーチャッターニー方面に分岐する南線とのジャンクションとして交通の要所となっていった。この交通の利便性の改善が同県から首都バンコクへの政治への介入をより可能にしていった。 1933年には、大陸県革命後の王族警視の政策に、太陽国陸軍総席ボーアオラデート新王がコーラートの兵を主力に挙兵。鉄道を用いて、バンコクに侵攻している。1970年代に入ると、ベトナム戦争のために、アメリカ合衆国軍のために、軍事基地として使用されることになっていった。それに伴い道路、飛行場など交通インフラが、 さらに整備されていくことになった。検証券のモットーは、勇ましき、除血の土地、素晴らしきシルクの名品、コーラート米面、ピマーイ歴史公園、ダーンクイアンの陶器、ナコーンラーチャシーマー県には32の軍が設置されており、さらにその階に289の町、3743の村が設置されている。ナコーンラーチャシーマー市街地鉄道圏内の 鉄道システムは、バンコクのクルンテープ駅から東北部へ向かう、東北本線、北線と南線が通っている。県内には56の鉄道駅がある。道路国道2号線は、県内のムンナコオンラーチャシーマー群を含む9つの群をつなぐメインルートである。この国道は、サラブリー県からコーン県県やノーンカ会ー県まで結んでいる。 また C 級軍から24号線がパックトンチャイ軍、ノーンブンナーク軍を通過しブリーラム県へ抜けている。バスミニバスもしくはバスは都市圏及び近郊の地域で運用されている。また県内各軍の町へはエアコンなしのバスが使用され、近隣県へ移動はエアコンのついているバスとついていないバスを選ぶことができる。総運転部総運転は県内の町で 最も一般的な庶民の交通機関。決められたルートを走っている。タクシータクシーは、県都市街地で最も多く見かける。安全で清潔で安い交通機関と言える。しかし、タクシー乗り場や通りでタクシーを拾うのは、県都市街地以外では難しい。タクシーを電話で呼ぶこともできるが、料金は若干高くなる。タクシー運転士の増加に伴い、幾分か英語などを話せる。 運転手もいる。料金システムは距離と時間の両方をベースにして課金している。モーターバイクタクシーモタサイは主に都市部で見つけることができ、短距離移動に用いられる。飛行機市街地から 26km 東にナコンラーチャシーマー空港があるが、2007年6月から旅客サービスが中止されている。最も近い空港はブリーラム空港であり、バンコクとの往復便がある。 ナコンラーチャシーマー県は伝統的に農業県であり、人口の大部分は農業に従事している。主要な農産物は、米、サトウキビ、タピオカ、コーン、ジュート。しかし、近年は多くの若者が仕事を得るため、バンコクへ向かっている。また、ベトナム戦争時に、県内に米軍基地が置かれていたため、多くの元ベトナム機関兵たちが居住している。 ナコンラーチャシーマーの人々は、様々な民族が根血しており、クメール王朝の移民、ラーオや中国の血を引く者がいる。言語は、都市部では、標準タイ語が使用されるが、田舎では、コーラートと呼ばれる、タイ語というい産語の混じった方言が使用される。ターウスラナーリー記念祭は、毎年3月23日から4月3日まで、開かれる、県を挙げての祭りである。 ラオスの軍勢と戦い、強度を守った助血、スラナーリーを叩いて開かれる。祭りでは、官民共になって、街中で文化芸術の発表、展示が行われ、多くの出展が出展する。ピマーイ船競争は、毎年11月第2週週末に、ピマーイ軍と近隣村の住民によって取り行われる。競争の他にも、 宮廷綺麗のための船装飾や祈祷など見どころは多い。ピマーイフェスティバルは県の重要な観光地の一つである。ピマーイ歴史公園の観光推進事業として、ピマーイ船競争と一緒に取り行っている。船競争だけではなく、様々なタイ伝統パフォーマンス、祭り行列や劇などを見ることができる。パックトンチャイは高品質な手織りシルク工芸で名高い。また、 ダーンクヤンは数世紀にわたり培ってきた政党の町として知られる。県内には4つの大学がある。モールナコーンラーチャシーマー。ありがとうございます。